にゃにゃにゃ、みです。今日もこの世紀末クマニャンをみーは実況プレイしていくんだにゃ。とりあえずだにゃ、前回パートでなんか新しいマップが出たのでこちらをやっていこうと思うんだけどにゃ。どうやらエピソード1の方にもなにゃにゃ、こういう風にトロフィーを獲得するとよくわかんないんだけど、こういうなんかいろいろ出てくるんだにゃ。あと業務連絡なんだけどにゃ、みーなんていうかこのゲームをくれた人がですにゃ、ご自身のコミに登録してくれたので再生数伸びてたにゃ、ありがとうございましたにゃ。彼の善意あるいたずらだったようだにゃ。という感じで、ローディング画面中はだにゃ、水を飲ませてくれにゃ。ふぅ。いいねえ。素晴らしい喉越しじゃないかい。ブラオーというかね、ロードにゃ、長いにゃ、終わったにゃ、始まったにゃ、あ、クマにゃかっこいいにゃ、二刀流の二天流の宮本武蔵の人たちを避けたに避けたにゃ、そして佐々木小次郎の攻撃も避けてキックだにゃ。世の中キックは強しだにゃ、という感じで進めていくにゃ。よくわからにゃいけど、お、これはもしかしてクレイモア地雷だにゃ。スネーク、このネタもうやったからいいや。にゃにゃにゃん。ということで気をつけて進むには、見つかっちゃったにゃ。見つかっちゃったのにもういいや、これに置いちゃうにゃ。クレイモアジェライセトジャンでダニャみたいな、ただと書いてクレイモアジェライドドンドンにゃ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 。あれにゃんにゃんでにゃにゃん、どういうことだにゃ。なんかゲームオーバーになってるにゃ。どういうことだにゃ。なんかみこれ見つかっちゃい、しかもコントローラーのバッテリー残量が少なくなっちゃったじゃん。いや、まさにもう、八方塞がりだにゃ。どうしたらいいんや。悔しいにゃ。もう一回やるにゃ。ローディング画面、カットだにゃ。はい。もうこの、カットできなかったにゃ。短かったにゃ。そんな感じで、もう一回行くにゃ。もう一回この紳士のクマにゃ。変態という名の紳士クマにゃを使うにゃ。ということで、ローディング画面はカットするにゃ。にゃにゃにゃーんという感じでね。長いんだからな、これにゃ。カットだにゃ。カットだにゃ。ニャイスカットだにゃみたいな、ニャイスカットと書かれてるに違いにゃい。ということで、今回はクレイモア地雷だにゃ。この入り口の前に仕掛けとくにゃ。そしてすぐ隠れるにゃ。これにゃ、これにより、ほら、捕まってにゃ。そして、おお、み、皆さん、右上の、画像で確認してくれにゃ。たまたまを、ミーが、蹴り上げちゃって、たまたまがニャッシーや、みたいな、ニャッシーに、ニャッちゃったにゃ、って、見づらいにゃ、どこだにゃ。で、これ、実はだにゃ、何回かゲームオーバーになってたにゃ。よく、ちゃんと読んだらだにゃ。これ、なんか、一回もダメージ食らっちゃいけないらしいにゃ。なんかどんどんなんとかハートみたいな、そんな感じ、痛み食らっちゃダメにゃみたいな感じで、痛みを知れば強くなるという意見もありますがにゃ、ミーはできるだけこれ食らわない、危ないにゃ、危ないにゃ、すぐ逃げるにゃ、にゃ頑張っ、逃げるにゃ、もうにゃにゃにゃ、もう肉で叩くにゃ、もうレベルを上げて物理で叩くにゃ、そうするのが一番いいにゃ。鉄砲なんかに頼ったらミーは大きくなれないにゃ。あれどうやって撃つんだっけ、これじゃないにゃ、どうやって撃つんだっけってかにゃ。あった、これじゃ、うりゃうりゃという感じで、やっぱり、銃は剣より強し名言だにゃ。ホルホース落ちたにゃ。それが当たらないにゃ。すっごいこれ狙いつけづらいにゃ。もうたまたまがなくなっちゃう、こっちのたまたまもなくなっちゃう。これ逃げんじゃにゃい、逃げんじゃにゃい、もうこれ逃げるよ、よい子のみんにゃはもうこにゃぐじゃり。はい、にゃという感じでな、にゃ、青少年の育成に、すごいいい影響を与える世紀末クマニャン、ぜひみんなもプレイしてくれにゃみたいな感じでにゃにゃ。あ、いつの間にかこういうね、いい武器手に入れてたにゃ。肉で叩くのもいいんだけどにゃ。辛いギャップが。にゃ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 、みなさん元気かにゃ、感じでね、足を引きずってるにゃ。そんなね、逃げられるわけがないにゃ。いいから逃げられると思ったら大間違いだにゃ。にゃにゃにゃということで、あ、ちなみにお姉さんはまだ生き返ってないんや。なのでみー、やりたい放題なにゃ。お姉さんがいないうちにみーはたくさんのクマちゃんたちをにゃんにゃんにゃんするにゃ。よし、通報打つだにゃ、通報しましたとか言ってるクマにゃんをみーは、口止めしたにゃ。口に今何を突っ込んだんだにゃ、よくわからないにゃ。多分あれ受話器かなんかのあれだにゃって感じで、お、ブリッジ、なんか捨てたにゃ。いつの間に、むしろミーは何を拾い上げてたんだにゃ。たまたまかにゃ、やっつけちゃったにゃんにゃんのたまたまをなんかむしり取って、なんていうの、ぐちゃりーみたいな感じ。それかもしくは、あ、電話壊しとくにゃ、こうやってね、通報落とされちゃいますからにゃ。
こんな感じでね、キックで開けるにゃみたいな感じでね、この中にはいにゃい、いにゃいにゃ、でも家具全部ぶっ壊しとくにゃ、これで奴らが帰ってきた時には、もう、平和な生活を営むことができに、いつの間にか来てるにゃ、危ないにゃ、危ないにゃ、もう連打しといてよかったにゃ、おい、ぐっさ、危ないにゃ、後ろだにゃ、後ろだにゃ、危ないにゃ、あ、逃げたにゃ。ニャンジャが逃げたにゃ、もうこれは追い詰めるしかないにゃ、おいこんなところ休みやがってたかにゃ、もうミは許さんにゃいぞ、あれどこ逃げたにゃ、いなくにゃっちゃった、びっくりしたにゃ、あ危ないにゃ、これ一撃でも食らったらダメなんだにゃ、あ車で逃げようとしてるにゃ、急ぐにゃ、ミが100メートルを11秒台でかける正当並みの剣脚で追いかけるにゃ、そしてもう一回挟んでぐさっと一回やった後には挟むにゃみたいな感じでな、トヨタのビッツにだにゃ、そんな感じでだにゃ、あと次のにゃ、この赤い点が多分違う他のにゃんにゃんだにゃ、これクレームアジライ間違えた、トラバサミを説得しておくにゃ、そしてだにゃ、にゃ、どこにどっからゆっくり攻めていくにゃ、追いかけられてるにゃ、しかも鉄砲持ってるにゃ、危ないにゃ、この遠距離射撃するにゃんこは危ないんだにゃ、クマにゃんでした、間違えましたにゃ、危ないにゃ、今大きく振りかぶってたにゃ、危ないにゃ、危ないにゃ、急ぎに逃げる、はい、ぐっさりだにゃ、みたいな感じで、にゃんかに誰もいませんよ、じゃあにゃ、危ないにゃ、ちょっと窓割ってこっから逃げるにゃ、ちょっとね、相手の裏をかきましょうかにゃ、あ、でももういいや、もうクリアなんていうか、もう帰れそうなので、もうこんなところからはスタックルはさっさだにゃ、急いで逃げるにゃ、にゃんにゃんタイムになってるけど、そんなの気にしないにゃ、まだ生き残ってるにゃんにゃんいるけど、今とっととお家へ帰ってシチューを食べるにゃ、お家へ帰ろうにゃ、にゃ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 、そんな感じでお家へ帰ったミーはにゃ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 、そんな感じでね、やまあ今日はお姉さんと夜にゃにゃにゃみたいな、あ間違えた、お姉さんはまだいないんだったにゃ、そんな感じでミーとにゃにゃにゃとにゃんちゅうタイムを繰り広げてくれるお姉さんを募集してます、やったにゃ、次のステージ開いたにゃ、あたし、あエピソードにゃんが開かれたにゃ、そんな感じでだにゃにゃミーとにゃにゃにゃ水を飲ませてくれにゃ、ローディングタイム助かるにゃ。にゃんにゃにゃということで、ゆいこのみんな、短いけど、みーの何度か、がんくれみーの何度か、にゃんにゃにゃなどで、次のパートでお会いしましょうにゃ。